こんにちは、ネマです。パワプロアプリやっていきます。今回はパワプロ人気投票の話を雑談的にできればいいかなと思います。で、まあ、リオさんとかね、ミスターさんとかね、カズエンドさんとかがパワプロの人気投票の動画を上げられていました。で、僕もそれを見ながら、あー、パワプロの人気投票が来るのかというところで、僕の視聴者さんの中と、このお話ができればいいかなという感じで思っております。で、今までパワプロの人気投票って、まあ、新島だとか、まあ、いろんな、こう、人気キャラクターたちがね、角田とかか、あとは、1位に輝いて別バージョンが出ておりました。で、今回はそれの4回目ですね、が来ております。で、ご要望にお答えして SR のイベキャラが手に入りやすくなっているぞ、というイベントが、来るみたいです。で、排出停止キャラによるリベンジ投票も同時開催ということになっています。で、おそらくなんですけど、今来ているイベキャラの中で最も人気になりそうだなというのは、どう考えても佐伯でしょうと。で、50になると練習効果 30% が 10% からいきなりつく上に、技術ボナ、精神ボナが8ずつ、そして試合経験点スペシャルタックが70と。で、守備力の上限アップまでついていて、メンタル回復もあって、初期評価も高くて、もうなんかすべて込み込みの最強戦士かなということで、まあ、最近の別バージョンが1位になるという予想が立てられるかなという感じはしています。まあ、僕自身は最近の別バージョン来られて、そっちが強いと、まあ、どうしようかなという形にはなるので、まあ、こいつが別バージョンになる必要はないかなと思っています。ただ、まあ、最近が最有力なのは間違いないかなという感じはしていますね。で、他キャラで、これないかな、まあ、判決問題とかいろんなところで難しいとは思うんですけど、やっぱり来てほしいのはルシファー別バージョンとかは欲しいなっていう感じはしますね。で、今固有ボーナスで精神ボーナーがついていて、ずっとこう変化球の、変化球固めですね。で、重宝されていたキャラクターかなと思います。ただまあ精神ボーナーと骨経験点ではなくてね、別のボーナスが、つくような形になると、また輝き立ちめるのかなというところはあるので、ちょっと愛着も強いんでね、ルシファーに関しては、まあ来てくれるといいかなという感じですね。で、あと有力そうなのはやはりナルミとかですかね。野手でも投手でも使えて、練習効果 30%、 そしてスペシャルタックと骨経験点ですねツッツッツッってなっちゃった、骨経験点アップの効果というところで、結構いろんなところで活躍が目立つキャラかなと。すごい長生きだと思います、神楽坂と合わせてね。なので、まあ、なるみあたりがしっかりと別バージョンで、例えばそうですね、まあ、スペシャルタックは正直どっちでもいいといえばどっちでもいいので、やはり基礎ボナ、まあ、変化球、まあ、打撃なのでなかなか変化球つけるとか難しいと思うんですけど、まあ、例えば精神とかね、そういう基礎ボナ系、もしくは試合経験点あたりが、まあ、贅沢言えばついてほしい。もしくは、やはり上限ですね。まあ、上限系がついてくれるといいな、という感じの話をすると、やはり、こいつに復権してもらいたい感はありますね。マイベーの、例えば、マグロ、そして闇の、この辺が出てき始めてから、ちょっと出番が減ったかな、という感じの印象もあるんですけど、やはり技術ボナ、変化ボナ、両方持ちが多分初めて実装されたキャラだったと思うんですよね。で、スペシャルタックも、固有と合わせて 100% で、もう当時はなんだこの強すぎる変化キャラっていう感じで、イベントでね、3位まで入った人が50を持ちで、まあ、本当に使うととてつもない力を持っていたと。今も十分すぎるぐらい強いんですけど、やはり、その出番が減った感は否めないかなという感じはしますね。で、打たれきれ知り上がり、脱三振、リリース勝ちの球持ちと。持ってるコツもほぼほぼいいですし、踏むとくれるんですよね、普通に。変化球ポイントを練習しましょうはほとんどないので、まあいいキャラクターだなという感じで思っています。まあこの辺が別バージョン来てくれるといいなと。僕的にはやはり鳴海、神楽坂あたりが別バージョン来てくれるといいなという感じで。あとはここも期待したいですね。ノーミ。
もう今は正直使う回数がほとんどない。アトリベがどうしても佐伯が確定枠でいるのと、で、最近ですと、まあ、やはりクロセーラー、上限持ち、肩上限持ちのクロセーラーを使うことが多いので、どうしてもアトイベだと使うところが、まあ、少ないな、という感じはしています。ただ、やはり金徳が安い規約エット、体力回復が非常に大きい。体力の最大値も8上げてくれる。で、初強化もそこそこ高いんですよね。60あって技術もな精神というところと、イベントでの経験点ですね。これが段違いに強いので、やはりノーミーとかには戻ってきてもらいたいと。で、コツがやはり多いキャラって、潰しておくと、狙い撃ちできるというのと、例えば、敏捷が多い高校だったら、じゃあ、走塁潰しますかとか、悩んだ、あ、ごめんなさい、走塁潰しますかとか、メンタルが多いとこだったら、まあ、インタクトはそうですね。逆境潰しますかっていう感じで、狙い撃ちがコツできるので、まあ、あればあるほどいいっていうところもあります。まあ、その、主要骨が狙いにくくなるっていうのはあるかもしれないんですけども、それを差し引いても、ノーミーは強いな、今でも強いなと思ってます。まあ、雷の別バージョンも来たので、固有持ちでね。なんか、ノーミーあたりも、ちょっともう一花咲かせてほしい感は、野手の方だとあるかな、という感じはいたしております。で、これね、これに期待したい、本当に。これに期待したい。まあ、普通にポテンシャルめっちゃ高いんですよね。やはり、低め奪三振、スラコツっていうところと、試合経験点やる気候がの、で変化。で、コツも、福井上で逃げ玉くれたりとか、まあ、いろんな選択肢取れるので、打たれとったりとかね。まあ、本当に、神高は、あの体力消費さえなくなってくれれば、ワンチャンスまた戻ってくれる可能性はあるんじゃないかな、と。いう感じで思っています。まあ、神高とかね。で、もうほぼ確定してるでしょうというのはカミラーとかですかね。おそらく別バージョンで何か上限持ちで来るかなというところなので、ここは触れないで割愛させていただきます。あと、そうですね。別バージョン欲しいやつ。そうだな。まあ、荒方とかもすでに別バージョン欲しいけどね。まあ、しばらくは来ないでしょう。あとはまあ、小平とかも欲しいですね。小平。エビル高校で普通に強かったです。僕も SSQ の選手とかが小平入れでできたりして、やっぱりそのメンタルのキャラクターって練習しながら体力回復っていうのはその恩恵が非常に大きいというところと、小平と俊英のマス攻めたりですね、一つ減らせるっていう話と、やはり阿部飛騨がし、この両骨ね、が、揃っているっていうのは非常に大きいかなという感じはしています。まあ、阿部飛騨の話だけをするんだったら、鎌狩とかね。もう、まあ、打撃ではありますが、別バージョン来て体力消費とかなくなってくると、非常に強いのかなという感じはしてますね。まあ、小平だと、例えばメンタルと守備とかになってくれてもいいなっていうところはあるので、二種練習固有持ちとかで戻ってきてくれると、まあ、非常に使いやすいと。切り込みも確定ですと。まあ、昔からもずっと小平は使ってますね、本当に。PR の頃から使ってると思います、小平は。あとはですね、別バージョン。先ほど触れた鎌狩。で、進むくんの野球マスクバージョンとかも欲しいですね、できたら。で、進むくんは僕 PSR 持ってないので、50ではないんですが、やはりその、ホモテと言われる初強化が高いテーブル。と、まあ、このタック力ですよね。技術ボナ付きのスペシャルタック固有ありというところで、まあ、タックすると非常にやはり技術を入れてくれるっていうのは、まあ、大きいのと、阿部飛広角キャッチャーと、もう申し分ない骨群なので、まあ、進むの野球マスクバージョンとかは割と欲しさはあるかなという感じはしてますね。あとはもう矢部くんとかね、そろそろこう輝かせてもらってもいいんじゃないかなと。いうところはあります。なんかこの辺の別バージョンが欲しいなと。矢部くん走塁守備とかで良くないかな。走塁肩とかでもいいですしね。というところで、なんか僕はこいつがこいつがみたいなのはたくさんあるんですが、皆さんはどんな感じでしょうか。まあこいつに入れますよ、あいつに入れますよ、こいつが別バージョン来たら嬉しいですよ、みたいな話が、コメント欄のところで皆さんとできればいいかなという感じはしていますね。あとは、七井くんとか、まあ、滝本は変わるかもしれないですね。
別バージョン来て打撃筋力とかになったな。で、仙道。まあ、スザクとかもちょっとワンチャン欲しいな。スザクだったらスタミナ変化とかでいいですからね。の2種持ちで、アーサーと2人積みとかやりたいですからね。とか、まあ、ジョー・ギブソン・ジュニア。別バージョン来てもいいよな。打撃筋力で。打撃筋力で来てもいいキャラって結構いますね。とか、あとは、そうですね。まあ、でもそんなもんかな。来てほしいのって。うん。おそらく、まあ、それくらいかな。はい。それくらいかなと思われます。なんかこう、いろんなキャラクターがまだまだ輝けるチャンスがあると思うので、もう本当に、ぜひ、佐伯も、きっと佐伯だとは思うんですが、ぜひ、いい別バージョンが実装されることを僕は願っています。皆さんのご意見もお伺いできれば嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名やコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。